今日紹介するのはラストオブイングランド、デレック・ジャーマン監督の1987年の作品です。とても美しい映像史なんですけれども、この作品も僕は音楽から入ったんですね。サイモン・フィッシャー・ターナーのとても美しい音楽が前編に流れているんですけれども、本当に デカダンスという言葉がふさわしいと思うんですけれども、終わりゆく大英帝国のさまざまなその古い価値観というのをこう変わってが破壊されていって新しい世界観が見えてくる。例えばドラッグカルチャー、ゲイカルチャーなんかもそう、ダンスカルチャーなんかそうなんですけれども、その中でも、その最初に新しい変革を起こしていた人たちというのは、スポイルされてしまうケースも多い。でそれはドラッグもカルチャーもそうだし、ゲイカルチャーもそうなんだけれども、そういう中で彼はすごくこう心も破壊されてしまったりしていくわけですけれども、そんな様が描かれています。この映画とても印象的なのはラストシーン近くなんですけれどもね、ウェディングドレスを引き裂きながら踊り狂う女性が出てくるんですね。ダイヤモンド・ガラスという、ボーカリゼーションのパフォーマーの絶叫の中で、ただただ女性がくるくると回転しながら服を引きちぎる。実はそのシーンがだけでもとにかくすごいショッキングで、というかもう美しい映画なんですけどね、ぜひ見てください。